チプロジェクトへようこそ、ちさんです。竜の如く6、命の歌続きやっていきましょう。いろいろ重なってるんだけど、ちょっと興味がありすぎて、墓荒らしちゃうのちょっと興味があって、いや、すごい不謹慎なことなので、ちょっとやっていこうと思います。いろいろやっちゃうんだよね、こういう時喧嘩だった。なんだよ、おっさん。気になるやつは おっさん強そうじゃねえか。ぶっ飛ばして行こうかなと思うんですけど、ちょうど暇しててさ、暇つぶしに付き合ってくれよ。なんて強えんだ。悪かったよ俺あんたについていくからさ。ついていくからさ、許してくれよな。ついてこられても困るわ。こいつなんだろう、こいつ喧嘩タイプと防御タイプの一緒なんだ。墓ってどこにあるんだろう。ああ上にあった。いろいろやりたいことは山ほどあるんだけど、あんまりやりすぎてもちょっと進まなくなっちゃうから。赤なんて荒らして何になるんだ。赤の人だろ。おいお前、赤嵐か。何をやってる。ちょっと柄悪そうだもんね。くそ、全員捕まえてやる。お前逃がさねえぞ。なんじゃやるんか。ここでちょ、おばちゃん逃げて。しばらく寝てろ。向こう側にもいたな人。あ、立ち止まってくれんだ。あ、これまたサブストーリーだ、この坊ちゃん。多分お前逃がさねえぞ。ラーパンテめんどくせえ野郎だ。手間取らせやがって。何やってたんだろうな。2万円も落としてる。お前逃がさねえぞ。やるしかねえか。たけ、時間食っちまった。オッケー。何をやってんだ。遺骨と一緒に高価なもんが埋められとることがあって、売ると結構な金になるんじゃ。こんなことはもうやめておけ。本当に墓荒らしなんだけど、びっくりするわ。まとめて怒られた。ちょっとあのサブストーリー気になるな。どうしたの、こっちゃん。あれカズマおじさん。あ、こっちなの。ポケサーファイターの方じゃない。お前は確かポケサーファイターの息子の。息子の方からサブストーリー始まった。サキトだよ。マイネームイズサキト。すまん、そうだったな。すまん、そうだったな。サキトはここで何をしていたんだ。英語教室が始まるまでまだ少し時間があるからぼーっとしてたんだ。ぼーっとしてりゃいいのに。そうか。そういえばサキトはいくつなんだ。8 years old。 というと8歳か。その年で英語で喋れるなんてサキトは偉いな。そんなことない、普通だよ。それに本当は英語なんてやりたくないし。そうなのか。うん、
毎日英語の授業があるからどんざりだよ。カズマおじさんは僕くらいの頃どんな感じだったの？カズマおじさんの8歳。お前ほど勉強はしてなかったな。そうなんだ、いいな。子供たちと、そうだ、お前の親父とよく遊んだもんだぜ。こっちは大人になってからだけどな。ポケサーめっちゃしてたよ。そういえばカズマおじさんはダディと友達なんだよね。ああそうだ、あいつはよくポケットサーキットで遊んでいたぞ。いいのそれ言っても。昔あいつはポケサーファイターだったからな。いいのそれ。ポケサーファイター？ダディは昔ピンと来られてないじゃん。何をしていたの？ポケサーのことを親父から聞いたことないか？僕ダディとはあんまり喋っちゃいけないんだ。喋っちゃいけない？どうしてた？ダディと話すと悪影響が出るからってマミーが。マミーというとファイターの奥さんか。この前会った時もファイターにきつく当たっていたな。親父とおふくろさんはあまり仲良くないのか？わかんない。昔東京に住んでた頃はそんなことなかったらしいんだけど、こっちに来てからはマミ怖くなっちゃったんだ。ダディと僕が話してると機嫌が悪くなるし、ダディの昔の話とか聞いたらすごく怒るんだ。そうなのか。さっきとお前親父ともっと仲良くなりたいんだな。うん、もっとダディといろいろな話したい。一緒に住んでるのに僕ダディのこと何も知らない。こんなので親子って言えるのかな。なるほどな。分かった。本人から聞けないなら俺がお前の親父について教えてやるよ。大丈夫かな私。ゼロの知識もほぼ覚えてないぞ。いいの？ああ昔のポケサー仲間のヨシミだ。何でも聞いてくれていいぞ。やった Thank you カズマおじさん。でもそのポケサーっていうの一体何なの？そうか、まずはそこからか。ポケサーがどういうものかというと、そうだな、小さい車でパーツがいっぱいあってだな。いや、こういうのは言葉で説明するより実物で遊んでみた方が早いかもしれん。だがこの時代にポケサーなんてどこに売ってるんだ？東君のポケサーどこ行ったの？50年前ぐらい。そうだ、サキト、お前の家のどこかに小さい車のおもちゃはないか？小さい車？ないと思う。あ、でも車の絵が描かれた小さな箱なら倉庫にあったような気がするよ。多分それがポケサーの箱だ。本当かな？サキト、それを持ってきてくれないか？うん、わかった。すぐ取ってくる。しばらくしたらまたここに集合しよう。ああ、おふくろさんに見つからないようにな。大丈夫？こんな、なんか人の家庭に込み入っちゃって大丈夫かな。すっきりお腹はちょっと空いてるな。ラパンテルだな。めっちゃ集まってる。いらっしゃい。普通に美味しそうなんやめてくれ。食べたやつってなんかこうならんのかな。食べてないかも。うわ、フランスパン食べて。毎朝仕込んで焼き上げる、大変だね。なんだろう、パンと合うのってなんだろうね。これラタトゥイユ聞いたことあるけど知らんかったな。惜しいに聞いたことあるけど知らんな。
ブイヤベースって鍋料理なんだ。なんかブイヤベースってなんか、なんかタレみたいなイメージあった。オーブン焼きを食べたいな。昼からめっちゃ食うね。でこんだけ食べて2000円だよ、安っ。いただきます。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうよ。いいよ。帰ってきてるかな。帰ってきてないな。しばらくってどうなんだ。最後もちょっともう今回もサブストーリー編だなこれ。最後も助けてやりたいな。なんか唐揚げ弁当かなんか欲しいみたいなこと言ってなかった。ここってのど尾道神保町ってあれないの？コンビニないの？もしかしてちょっと広島の人に失礼じゃない？いらっしゃい。ありがとうございました。何もないもんな。薬局には売ってないよな。服屋か。えか、あれか、カムロ町戻って取ってこいって話か。じゃあできながらした。あ、持ってきてる持ってきてる。例のものはあったか。これでいいの？これだ。これがポケサ。大丈夫そんな振りました。ああ、これがポケサ。ポケットサーキットのマシンだ。これがポケサ。パパの半生以上が。若い頃のお前の親父と俺はこれに熱中してたんだ。懐かしいな。ダディがこれを。カズマおじさん、これ組み立てたら動くの？僕ポケサやってみたいよ。そうだな。よし、一緒に組み立ててみるか。まあ、英語の授業ちゃんと行けよ。あ、またラバンってお借りしてる。よし、完成だ。おお。走らせたいな。さっきとこんなところにいたのか。あ、ダディ。おお、ファイター。ちょうどいいところに来たな。カズマ君、一体これは。これってまさか。見て見て、カズマおじさんと一緒に作ったんだよ。すっごいでしょ。これで僕もダディと一緒にポケサで。ダメじゃないか、遊んでちゃ。え？もうすぐ英語教室の時間だ。サボったりしたらお母さんに怒られてしまうぞ。勝手に倉庫からそんなものを持ち出して、そんなおもちゃで遊んでる暇があったら予習復習をして多くの英単語を学ばなくちゃ。おいファイター、ファイター、これは俺が。ダディのバカ。おい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 、あ、サキト、お前は仲間でいないとダメでしょ。ファイター、家からポケサーを持ち出してこいとサキトに言ったのは俺だ。それについては謝る。だが何もあんな言い方をしなくてもいいだろう。いや、だって英語教室をサボったりしたらあの子が妻にこっぴどく怒られてしまうんだよ。これがサキトのためなんだ。いくらカズマ君でも
息子の将来の邪魔をするなら関わらないでくれよ。ファイターお前変わったな。変わったそうかもしれないな。でも仕方ないじゃないか。俺なんかの子供に生まれてしまった咲とが幸せになるためには人よりも何倍も努力しなくちゃいけないんだ。だから俺も咲とも妻のやり方に従っているのが一番。あの子はただお前のことを、父親のことをもっと知りたいんだ。何も教えてくれないからってあの子は俺に親父のことを教えてほしいと頼んできたんだぜ。あの子はお前と分かり合いたいと思ってんだ。その気持ちを無視しないでやってくれ。でもそれじゃ息子に悪影響か。それに勉強の邪魔にもなってしまうし。ファイター、昔のお前はポケサーを通じて大勢の子供を笑顔にしていたな。頼りなくてすぐうじうじしてへっぽこで、でも子供たちみんなから信頼されていた。なぜならあの頃のお前は子供と同じ目線で同じものを見ようとしていたからだ。昔のお前にできたんだ。今のお前にだって自分の息子一人くらい笑顔にしてやれるはずだ。違うか、ポケサーファイター。カズマ君、昔の俺とはもう違うんだよ。あの頃だって虚勢を張って誰からも愛されるファイターを演じてただけなんだ。だから今の俺があの子にできることは距離を置いて見守ってやることくらいで。もういい、見損なったぜ。サキトが心配だ。俺はあの子を探しに行く。海の見える場所にいると思うな。え？あの子は悲しいことがあるとよく海を見ながら黄昏ているから。そうか、ありがとうよ。カズマ君、本当にすまない。あの子を頼んだよ。じゃねえか、このガキ。ごめんなさい。あそこにいるのはサキとか。いきなり人の足に変なおもちゃぶつけてよ変なおもちゃ、どういうつもりだ。ごめんなさい、思ったように走らなくて。ちょっと壊すなよ。ごめんで済んだら警察はいらねえんだよ。おいガキ、お前ん家に案内しろ。お前の父さん母さんにたっぷり慰謝料を請求しないとな。そんなちょっとぶつかっただけなのに。はあ、何か言ったかクソガキ。早く案内しろや、さもないと。やめて。はあ、これはそういうことか。ダディが大切にしまってたものだから、お願いです、やめてください。ダディが悲しむ顔もう見たくないから。はあ、何言ってんだお前、生意気なガキが。あいつら。カズマ君、ここは任せてくれ。
え？君たち、その子から離れろ！な、すごい。なんだ？誰だお前は？俺はポケサーファイターだ！ポケサーファイター？すごい。なんだそれ？現役だまだ。ダディ。ダディって言うな。うん？ダディってことはお前、こいつの父親か？探す手間が省けたぜ。いや、俺が父親を名乗る資格はない。サキトから目を背けていたばかりに、こんな危ない目に遭わせちまって本当に情けない男だよ。何をごちゃごちゃ言ってやがる。さっさと金よこすよ。じゃねえと痛い目合うぜ。子供を泣かせるような悪党に払う金はない。なんだと？サキト、俺自分に自信がなかったんだ。だからお前からずっと逃げてた。お前には俺みたいになってほしくなかったんだ。なんか白髪早く似合ってるよ。だがもう逃げないぜ。弱くても負け犬でもヘッポコでもお前のお父さんは頑張るから。だがその姿を目に焼き付けてくれ。頑張れポケサーファイター。ダディ、うん、お父さん、そんな奴らやっつけちゃえ。どうやら親子揃って死にてえらしいな。兄貴、ちょうど待ち合わせの奴らが来ましたぜ。あ、これは良くないね。チンピラクヒッなんかボンボン来てる。さすがに5人は卑怯だぜ。ビビってんのか。てめえらが加勢すんなら俺が加勢するのもありだよな。カズマ君。あ、なんだてめえは。俺はポケサーファイターの友達だ。子供の笑顔を奪うやつは俺も許せねえ。わざわざ友達と一緒に死にに来たのか。バカな連中だな。おいてめえ、こいつら仲良く二人で死なせてやれ。役に立った？微妙じゃない？ポケサーファイター、お腹押さえてない？なんだこいつ。あ、兄貴、逃げ足を、殺される！殺しやしねえ。乗ったな、だいぶ乗ったな。カズマ君、ありがとう。俺、やっぱりダメな親父だな。所詮口だけだった。カズマ君がいなかったら、あいつらにボコボコにされて、サキとも守れなかった。ファイター、お前はダメなんかじゃねえよ。あ、お父さん、大丈夫？ああ、大丈夫だ。サキと、怪我はないか？うん、カズマおじさんとポケサーファイターが守ってくれたから、ポケサーファイターってすごいんだね。僕、ポケサーファイターのこと、お父さんのこと、もっと知りたいな。サキト。サキト、こんなところにいたのね。何よこれ、どうなってるのよ。あ、マミ。あなたも、なんで昔の格好なんかしてるのよ。知ってるんだ。あなたが変なことするから、サキトが危ない目にあったんでしょ。これは。違うよ、マミ。ポケサーファイターは僕を。はあ、もう言い訳は結構です。こんなところで油売ってる場合じゃないでしょう。もう英語教室は始まっているのよ。
もう一体みんな何を考えてるのよ。どうしてお母さんを困らせるようなことをするの。典型的なモンペだな。マミ、僕ね、今日は英語教室行きたくない。ふざけないで。英語教室に行く以上にためになることがあるっていうの。僕ね、お父さんと遊びたい。ダメよ、サキト。あなた幸せになりたくないの？それにお父さんじゃなくてダディでしょ。ダディを見てごらんなさい。50手前までくだらないことやってたから、実家を継ぐしか道がなかったダディよ。なし崩し的に実家を継いで、自分に自信が持てず、自分の奥さんにすら頭が上がらない。あなたもこんな人みたいになりたいの？僕、ダディみたいになりたいかどうか、わかんない。え？だって、ダディのこと、全然知らないんだもん。なりたいかどうかも、わかんないよ。だから、もっと知りたいんだ。僕、ダディともっと、仲良くなりたい。自分の将来は、それから決めるんだ。サキと、ちょっと、あなたからも何か言ってちょうだい。サキと、お前にここまで言わせてごめんな。お父さん、今まで本当にお父さん失格だったよな。お父さん。でも、お父さんこれからは変わる。お前の父親として、自信を持ってお前のことを育てていくよ。ミサキ、英語教室に電話しておいてくれ。今日はお父さんと遊ぶから休む、と。ちょっと、そんなの私が許せないわ。うるさい！確かに俺は、なし崩し的に実家を継いだ。豆腐作りもまだまだうまくない。奥さんであるお前にも頭が上がらないさ。だが、俺はこの子の父親なんだ。息子が父親と遊びたがってくれているんだ。子供の思いに応えてやれない父親になるくらいなら、死んだ方がマシだぜ。あなた、お父さん。頼む、美咲。俺は、この子の父親なんだ。わかったわ。好きにして。え？本当にいいのか、英語は。ええ、でも家に帰ったらちゃんと今日の授業の範囲を自習すること。いい？絶対する。約束する。私ちょっと頭を冷やさなくちゃ。少し焦りすぎていたのかも。それに今のあんた、うちが好きになった、熱い情熱を持っとったあの頃のあんたみたいじゃわ。美咲。それじゃあ私は英語教室に電話してくるから。お母さん、ありがとうね。サキト、お前のお父さんかっこよかっただろう。お父さんが大声出すなんてびっくりしちゃった。恥ずかしいな。サキト、今までお前の気持ちに気づいてやれなくてごめんな。いいんだ。僕、お父さんに大切に思われてたことが嬉しい。サキト、よし、じゃあこれからポケサーバトルをしようぜ。僕ポケサーやってみたい。お父さん、すごい早かったんでしょ。当たり前だろ。お父さんはな、ポケサーファイターなんだぜ。声でけ。よし、それじゃあマシンを取りに家まで競争だ。レディーゴー。あー、いいね。元気やな、ポケサーファイター。元気。 いいね、いいサブストーリーだ。最終章っていうぐらいだから、やっぱり昔の今までの人たちみんな出てくるんだろうな。いいな、嬉しいわ。よし、もう今日は清ママ行きますか。
買われますか？はい。片道チケットを1枚くれ。はい、片道チケットになります。15分おきに運行してますので乗り場へどうぞ。いるわ、キヨママ。キリュウさん、こんなとこまで呼び出しちゃってごめんなさい。いや、いいんだ。南雲くんから聞いたでしょ、はるかちゃんが私の店で働いてたってこと。ああ、はるかについてあんたが知ってることを話してくれないか。私が初めてはるかちゃんに会ったのは3年前、港だった。彼女とても悲しそうな顔で海を見つめてて、今思えば大げさだけど、もし飛び降りでもしたらと思って声をかけた。どこから来たのって話してすぐ、彼女にはどこへも行くあてがないって分かった。こんな田舎に家出してきた女の子がたった一人。私もそのままバイバイっていうわけにはいかなくて、宿も決めてないっていうし、思い切ってうちに誘ったの。一晩泊めてみて、何か訳ありだったみたいだけど、やっぱり全然悪い子じゃなかった。それで私、彼女にしばらくうちの店で働かないかって聞いたの。正直私一人で間に合う小さなお店だけど、どうにもほっとけなくてね。その日からはるかちゃんはうちで働くことになった。芸能人だったなんて気取りも全然なくて、本当にいい子で。あいつの素性にもすぐ気がついたってわけか。ええ、でも店に来る町の人たちもみんな気づかないふりしてくれてた。いい人やな。
そうしているうちに遥ちゃんも日に日に笑顔が増えていってね。でもあの日だけは違った、うん、泣いてたんだと思う。私を見るとすぐ無理に笑顔作ってたけど、その時もっと詳しく話を聞くべきだった。彼女がこの町から姿を消したのはその翌日だったから。多分はるかはその頃自分の妊娠を知った。それが理由でこの町を離れようと。ええ、私もそう思う。誰の子なんだ、どこで産んだんだろう。どこで産んだのか分かればね、病院からお父さんの名前ぐらいは分かるんだけど、名前とカルテがあれば住所も。それでハルトの父親は誰なんだ。清ママ知ってるのか。ごめんなさい、知らないのか。それは私も知らないの。お店にいた時も誰かと付き合っているような素振り見せなかったから。そうか。でも心当たりはあるの。確証はないけど多分。本当か。一体誰なんだ。それは。おーい、あれ、ソメヤ。なんで。まさかと思いましたが、やっぱり桐生さんでしたか。ソメヤ、お前どうしてここに。そりゃこっちのセリフだって言いたいところですが、いやね、そこの迎賓館に泊まってるんですよ。初めて来たんですが、坂ばっかりで疲れますね、田舎は。そういう意味じゃねえ。どうして登場会の人間が広島にいるのかって聞いてんだ。怖いな。そんないきなり喧嘩腰になられても困るんですがね。いわゆる杯交渉ですよ。俺と陽明連合会本家若頭越水さんとのね。何？おっしゃりたいことはわかります。格が合わないってんでしょ。確かにただの直系組長でしかない俺と広島のナンバー2とでは釣り合いが取れない。本来なら堂島会長が陽明連合会のクルス会長と直接杯を交わすとこなんですが、あいにく六代目は殺に捕まっちまってる。なる、なんでお前が出てくる。代行が出てくりゃいいだろ。俺はね、四代目、今菅井会長代行から登場会の跡目候補と見られているんですよ。代行からでしょ。お前が登場会の跡目だと。越水も陽明連合会の跡目です。そういう意味じゃ俺と越水が五分で杯交わす理屈にはなる。次世代のトップ。お気に召さないようですね。しませんよ。なんなら四代目が復帰して代わりに杯交わしますか。そういう問題じゃない。俺は別に構いませんよ。どうも俺たち二人には何か縁があるようですし。縁？こんなとこでばったり会うってのもそうですが、あんたが一緒に連れているのは俺の前の女だ。元カノ。久しぶりだな、清美。戻ってきてたんだな、国に。お前が消えた後ずいぶん探したりもしたんだが、まあこうして無事が確認できてよかったよ。怖い怖い怖い。おっと、そろそろ宿に戻らねえと。それじゃあ四代目、失礼します。なんか鼻につくな。別に小栗旬さん嫌いじゃないけどさ、ソメヤは嫌いだわ。もうちょっとミネの方が可愛げあったぞ。アイスト、何かあったみたいだな。
大丈夫？あんたの過去まで詮索する気はない。俺は遥のことが聞ければそれでいい。今回あいつがラスボスかな。どうやら日を改めた方が良さそうだ。ごめんなさい。送るよ。いや、お家まで。いいんだ。あ、送らないのかい。ほっとくんかい。女心のわからん男や。ありがとう、キリュウさん。まあ、分かってやってんのか。そうめや出てきた。いや、なんか何も出てこんまま東京に残してきたなとは思ったけど、まさかの。なんじゃそりゃ。一体誰なら、そのソメヤいう男は。清美ママ言うたら東京に行っとったんじゃろ。言葉もすっかり東京弁じゃし、そん時付き合うちょった男じゃないかの。ひょっとして昔の旦那とか。お前刺されるか。清ちゃんがバツイチ言うんか。そんなわけあるかい。なんか根拠でもあるんすか。当たり前じゃい。清美言うたら踊れ。清純な美女言う意味じゃけんの。清純な美女だって結婚くらいしますよ。それよりバツイチだといろいろ納得いくじゃないですか。いい年した女性が故郷に一人戻ってきてスナックやってる理由。違う。ただ清ちゃんみたいな綺麗な子には東京みたいな汚れた都会の空気が合わんかっただけじゃ。そういえば赤ん坊の面倒を見るのもうまかったの。確かに。ねえ、キリュウの兄貴。え？ああ、確かに上手だな。そういうことか。ひょっとして子供もいるんじゃないですか。お前だからもうそろそろ。バカだれ！そろそろやられるぞお前。栄養なっちゅうは赤ん坊がおらんでも赤ん坊の世話もうまいもんなんじゃ。ああ、体罰。踊れら！あんましかばちたれると、ぶち殺すぞ。まだそうと決まったわけじゃねえだろうが。ご乱心だな、まったくもう。あまり外野が騒ぐんじゃねえよ。兄貴。落ち着きなさいよ。そらそうじゃけど、落ち着けんわい。相手が極道じゃ言うならなおさらですわ。今関係ないからいいじゃないの。大変じゃ。どうしたらいいの。いいのじゃねえか。なんなら。キヨちゃんがさらわれた。やられた。それは一体どういうことじゃ。さっきキヨちゃんとスナックにおったらいきなりヤクザが来よって、キヨちゃんを車に乗せよったんじゃ。じゃけわしが止めに入ったんじゃが、めたくそに殴って来よってからに。そしたらキヨちゃん心配せんでええから言うて、ほいでおめおめと逃げて来よったんか、この根性なしが。踊れの腕の一本や二本おられてても、キヨちゃんを守ったらんかい。頭、いかんて、怪我人ですけ。ヤクザってのは陽明連合会か。いや、ソメヤやろ。いや、多分東京もんじゃ。ソメヤやわ。若い男じゃった。ソメヤか。やっぱり清美ママとなんか関係あるんすかね。だから一方的な脅しかもしれんけど、やっとった言うてもな、大事にされてる感なかったし。いやちょっと待て。待て、南雲、どこに行くつもりだ。決まっとる。キヨちゃん助けに行くんじゃ。そのソメヤいう男は山の上の迎賓館に泊まっとるんでしょう。登場会をなめるな。お前が行ってどうにかなる相手じゃない。止めんといてつかざい。こればっかりは兄貴の命令でも聞けませんけ。そうじゃ、頭だけじゃのうてわしらみんな命張る覚悟あります。清美さんはわしらにとっても大事なお人じゃ。そうよ、東京もんに舐めた真似されて黙っちょれんわい。ソメヤは陽明連合会の本家の客人だぞ。そこにお前らが乗り込んでいったら縁故詰めさせられる程度じゃ済まない。最悪広瀬一家は取り潰しだ。親分にも迷惑がかかる。じゃったらわしは破門してもらいます。
それじゃったらもう広瀬一家とも関係ないですけど、惚れた女一人守れんで何が極道じゃ。呆れるくらいバカな奴らだな。何とでも言うて使わさんや。ほいでもわしらはいかんといけんのんじゃ。ああ、バカとは言ったが嫌いとは言っていない。え？陽明連合会傘下の広瀬一家が動けば問題になる。組に関係ない俺が行けばいい。違うか。いや、兄貴が無事強いのは分かっちゃいます。じゃけどなんぼなんでもたった一人で行くんは無謀すぎるで。おいおい、さっきから何ごちゃごちゃ話してんだよ。おやさん、おったんですか。要はさ、おめえらが広瀬一家の人間だってバレなきゃいいんだろ。親分、そら、そうですがの。いいですか、それ。だったら絶対にバレねえ。いい手がある。何、何、何？親分が、親分が手貸し始めちゃったよ。これ覆面？なんか泥棒みたいだな。昭和だな、やり方が。なんで小川なもん持ってるの。昔はこれかぶってムカつくやつを殴ってたもんだ。おい、本家のやつとかバンバンな。おい、全然バレなかったよ。バレねえだろな。おいじゃけど、そがなことする人おやすさんの他に何人もおらんでしょうが。ほとんどバレとったんじゃ。おいじゃ、これ兄貴の分です。兄貴の分だけ目おかしくない。いや、目の場所俺は必要ないだろうが。何言ってんすか。桐生の兄貴が広瀬一家に出入りしてることは陽明連合会にも知れてんすから、兄貴の顔が割れたら一緒にいるのが俺らだってバレちゃうじゃないですか。しかしなんで桐生のだけ違うの。もたもたしとる暇はないですけど。なんか目出し帽だけど肩が違うんだけど。しょうがねえな。わかったよ。じゃあ俺はそろそろ戻るから、あとはよろしく。どうなったの。見たい見たい。あ、まだ被ってなかった。伊予さんも被る。で、頭、どういう作戦で行くんすか。そうじゃの。って殴るだけじゃダメなの。あ、確か迎賓館のパンフレットがあったはずじゃ。ちょっと持ってきますわ。迎賓館、これです。これが迎賓館の見取り図です。結構なんかあれだね、しっかりだね。迎賓館はもともと石見造船に船を買いに来るお客のために建てられたようですわ。すごい客室もあるね。1階はロビー、2階から3階までが客室エリア、4階にレストランと大浴場があります。5階はスイートルーム専用みたいですわ。すごい広いな。問題はどこに清美さんがおるかじゃ。のんびり探してると搭乗会の連中に捕まっちゃいますよ。よし、キヨちゃん救出作戦はこうじゃ。まず全員で正面玄関から突入、うん、奥の階段に着いたら2階に上がって二手に分かれて客室をしらみつぶしに探すんじゃ。松永、田頭、雄太は右回り、わしと桐生の兄貴は左回りじゃ。2階におらんかったらそのまま3階へ行き同じように探す。途中でキヨちゃんを見つけたらすぐにわしの電話を鳴らせ。そしたら一斉に正面玄関に戻って車でとんずらじゃ。お前ら準備はええか。へい。血がたぎってきたで。はあ、ちょっと楽しみ。そういうとこ行くの。来賓館兄貴、準備はええですか。
兄貴の準備はいつでもいいですよ。行きましょう。ああ、行こう。よっしゃ、キヨちゃん、今行くで。行こうだけど、ごめん、録画時間が、私の準備ができてなかった。兄貴の準備はできてても。ちょい待ち。はい、というわけで今回こちらで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ちいさんでした。